平成28年7月2日、熊本地震で被災した阿蘇を写真展や語り部などを通して学びとして伝えるイベントが始まり、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇でオープニングセレモニーが行われました。このイベントは NPO 法人阿蘇田園空間博物館やボランティア団体の NPO 法人ユナイテッドアースなどが阿蘇復興スタディープログラムと銘打って、熊本地震で落ち込んだ観光などの復興を後押ししようと始めたものです。この日は道の駅阿蘇の休憩室で地元住民らが参加してオープニングセレモニーがあり、主催者の阿蘇田園空間博物館の山本昭雄理事長や佐藤阿蘇市長らが挨拶しました。そして南阿蘇村の写真家長野良一さんや阿蘇市の酪農家阿部博樹さんら3人が熊本地震の語り部として地震当時の状況を話しました。写真家の長野良一さんは涙を流しながら地震の被災地を駆け巡って撮影したスライドを写し、当時の模様を語り、これからも多くの被災地を回り話を聞きながら写真で記録したいと語りました。会場には長野良一さんや阿蘇火山博物館が撮影した阿蘇地方の地震後の写真60点余りが展示されています。またサイクリングをしながら阿蘇市内の活断層や地割れした田んぼの被災地を見て回るパノラマサイクルも始まり、初日には10人余りが参加して阿蘇市内の被災地を見て回りました。この阿蘇復興スタディープログラムは8月末まで行われ、熊本地震の語り部は毎週末道の駅阿蘇の休憩室で、断層見学サイクリングは有料で木曜日以外毎日開催されることになっています。